Southeast of Hiroshima Prefecture, there's the second largest city, Fukuyama, known for its world-class steel plant and shipyard, scenic and historic seaside area, and several unique industries. And north of the center of Fukuyama, just an hour by car, there's a town called Yamano. In this town, there's a man who quit his job in his 20s, moved to live at this old house tucked into within the mountains, and started his indigo dyeing business. This time, I approached him about the secret of Japan Blue and his thoughts on the lifestyle. This is the story of a young Japanese craftsman. テロワール代表藤井健太です。今広島県福山市を拠点に藍の栽培から染料作り、そして藍染めまでを今一貫してやっています。今は基本的に藍染め体験の受け入れをさせていただいたりだとか、もしくは僕たちが外に出て行って出張のワークショップをしたりですとか、その他にもですね、個人法人問わず染色の委託を受けてまして、個人の方からお洋服の方をお預かりして染めてお返しをする高野というサービスをさせていただいたりとか、法人の方からまとまった数の依頼を受けて染めてお返しをするということを今メインにさせていただいてます。皆さんが藍染めと言われて思い浮かべるのが、ちょっと青っぽい紺色っぽい、いわゆる藍色だと思うんですけど、世界各国いろんな藍染めがあるんですけど、その中でやっぱり微妙に同じ藍色とは言っても色の違いとか差があったりとか、そこに至るまでの工程っていうのはいろいろあるんですね。で、その中においてやっぱり日本の、発酵っていう文化だったりだとか、発酵を通して出た色っていうその鮮やかさとかっていうのは、ジャパンブルーと、称されたりもしますけど、色とか、そこに至る工程っていうのはとても面白いものがあるかなと思ってます。実際に藍の色を目にするまでってものすごく長い工程があって、実際に1年以上かかってようやく藍色が出るんですね。で、それまでの工程において鮮やかな藍色っていう要素は一切なくて、藍を育ててる葉っぱも緑色だし、発酵させた染料は真っ黒だし、染める液を作った時も中はちょっと黄緑っぽい感じだったりとか、それが布について染めてようやくその鮮やかな色が出るっていうところが一番面白いところかなと思いますね。僕たちは今藍の栽培から染料作り、そして藍染めまで今一貫してやってるんですけども、藍の栽培に関してはまず3月春先に種をまいて苗を育てるところから始まるんですね。そこから大きくなった苗を4月から5月にかけて畑に植え替えをしていくと。で、そこから、結構成長は早いので、6月の中旬ぐらいからもう収穫、刈り取りが始まってきて、それと同時並行して、葉と茎の選別、そして葉の乾燥、というのを、刈り取りと同時進行で、6月の中旬から9月末ぐらいまで、続けていきます。乾燥させた葉っぱだけだと色が出ないので、その後発酵させる工程に入ります。それが、10月から。ですね、週に1回の切り返しという作業を約18週間かけて、発酵させていきます。ですので、染料として仕上がるのが大体2月ですね。なので3月の種まきから始まって1年がかりで染料が、完成をすると。で、できた染料をまた、液にしてようやく色が出るような状態にしていくんですけども、そこにおいても微生物たちの働きが重要になってくるので、その微生物たちの働きを見ながら管理をして染めていくというのが一連の工程ですね。やってることっていうのは基本的に農業ですので、普段はトラクター乗ったりだとか草取ったりとかいうことをしていく中で、当然
自分たちの思うようにはいかないことの方が多くて、自然天候相手だったりするので、そういうところとの向き合いもしつつ、合わせて染色の方も1年かけて同時にやっていかないといけない、そこの大変さはやりながら感じてました。 As he said, astonishingly, it takes a whole year to grow indigo and make 100% natural dyes. Also, he dyes everything all by hand. All the hard work gives a vivid color different from chemical dyes, makes the fabric strong and creates a new texture. The unique and vibrant colors are created by just one craftsman's enormous amount of time, effort, and passion. Then I wondered and asked him why he chose to become a craftsman and keep the challenging work.この世界に入るまでは、大学を卒業してからは、普通に会社員として、約3年広告代理店で、営業の仕事をしてたんですね。でその会社員時代にたまたま、藍染め体験をする機会が、あって、もともと特に藍に興味があったわけではないんですけど、そこで最初に触れた藍染めに、とても感動を覚えて、全て自然のものからできてたりとか、酸化して色が変わっていたりとか、洗うと鮮やかな藍色が出てきたりとか、というものにこうすごく魅力を感じて、そこから会社員をしながら、週末には藍染めさんのところに行って、自分の染めたいものを持って行って染めたりを、しながら調べてると、藍染めの本場が徳島だということで、何度か見学をさせていただいて、会社員を辞めて、約2年間ほど徳島の方で、藍の栽培からその染料を作っている、藍師と言われるその職人さんのところで、勉強を、していました。当時は当然どうしようかという悩みはとか迷いは、ありましたけど、とは言っても、社会人になって3年目で24歳5歳ぐらいの時かな、だったので、特にその時に失うものはないかなと、いうのはあったので、最悪またサラリーマンすればいいかなと、いうぐらいの気持ちで飛び込んだのが最初かなと思いますね。 This is how everything started. He was impressed by how the white fabric turned into vivid blue with just 100% natural dye. And while continuing his job, he kept touching indigo dyeing.Although he naturally had many worries and hesitations, he finally decided to go off the stable path to pursue his passion. I guess many young people in the world don't dare to take the first step, even if they have something really want to do. So I asked him what kind of advice he could give them. 当然みんながみんなチャレンジ、挑戦できる環境にあるかというとそうではないと思うので、その人なりに、自分の最適解であろうというところに、進んでいけばいいんではないかなとは思うんですけども、もし何かやりたいとか、いうことがあるんであれば、やってみたらいいんじゃないかなと、その先の心配事っていうのはやってからまた違ういろんな道が出てくるので、でやった後には必ず助けてくれる人だったりとか、周りのサポートっていうのは必ずありますから、そんな中で自分が何をできるかっていうところは、やってから考えたらいいんじゃないかなと、いうふうに思いますね。 And one of the reasons he decided to take the plunge was having the option of country life. So I asked his thoughts on living in the countryside. 街自体はすごく、いわゆる田舎っていうところで、全体の人口が多分550人ぐらいですかね。でその半数以上はもう65歳以上の高齢化している町なんですけども、とは言っても、その広島県福山市というところの中にある町なので、車で10分15分走らせればすぐ町には出れるし、そんな環境にいながらも、川が流れてて、自然豊かでと、程よい田舎というか、とても住みやすい場所かなというふうに感じています。そうですね、よく言われることはそうやってね、自然が身近で町の人も優しくてとか、近所付き合いも意外と密にあったりだとかいうところはあるんですけども、今僕がこうやって事業を始めたというところにおいて一番やっぱり大きいのは、もう固定費が、とても安い低いというのはもう一番の魅力じゃないかなというふうに思います。そうやって人生のこう悩む一つにそういう金銭的なところもあると思うんですけども、こういう田舎で生活をすることによって、どんな形でもこう生活をしていったり、
生きていくっていうことはそう難しくないので、まあその点において、まあ田舎暮らしというのは一つ選択肢としてあるんじゃないかなと思いますね。On top of low cost, I'm sure that the blessing of nature and the people surrounding him has given many opportunities to grow the business. Lastly, I asked him his thoughts on the shop Aya Terroir and the goals for the future.テロワールっていうのがもともと僕がすごい好きな言葉で、テロワールっていう意味はもともとそのワインとかでよく使われる言葉なんですけど、ワインっていうのは元となるブドウっていうのがどこで育てられたかっていうのがすごく重要視されるんですね。ブドウが育った土とか、気候だったりとか水だとか、それによってもうほとんど味が決まるというふうに言われているぐらい、どこで育てられたかっていうのが大事なんですね。その育てられた土地の特徴とか性格っていうのを全部まとめてテロワールって言うんですね。なのでワインを説明するときには、そのブドウがどこで育てられたブドウですよという説明から入るんですね。それはすごい面白いことだなというふうに思っていて、でそこには土とか水とか気候とかというものだけではなくて、そこを取り巻く人だったりだとか、文化とか歴史とか、そういうのも関わってくるんじゃないかなというふうに思っていて、僕がその始める時に、藍染めといえば日本でいうと徳島が一番有名な産地であり、藍染め屋さんがたくさんあるところなんですね。なんですけど、僕が拠点を構えたこの広島県福山市っていうところでも、ここでしか表現できないその藍染めだったりとか、いうものがあるんじゃないかなと思って、テロワールという名前を屋号に入れました。うちの事業としては今藍染め体験ワークショップ、その他、まあ、OEM 染色医薬がメインのところでやっているんですが、まだ僕たちのオリジナルの製品っていうのがまだないんですね。なので今そこを取り掛かっているところですね。年内には第一弾の製品が出せるんじゃないかなというところでやって動いてたりだとか、あとは今その広島県福山市っていうのがデニムジーンズの生産量が日本一なんですね。そこに拠点を構えさせてもらっていますので、今デニムの企業さん、工場さんと一緒に協業しながら天然藍のジーンズの製作を今進めているところですので、まずはそこを形にしたいなというのが一つあります。僕が始めたことによって周りの人がいろいろ協力をしてくれる、そうすることによって僕の求められることが出てきて、ってやったらまた周りの人が増えていて、そうするとまた求められるものが変わってきてっていう中で、この3年間やってきたところがあるので、多分この先もそんな感じでやっていくんじゃないかなというふうに思ってます。でその中で周りに求められる存在であったりとか、そういう人間でありたいなというのは一つ大きいところではありますけども、まあ、その先というのはまあ結果でしかないので、そこに至る過程として、まあ、周りの人たちに今恵まれていると今思っているので、その中でまあ僕にしかできないものづくりっていうのをやっていけたらなと思います。藍染め has been deeply rooted in Japanese life since ancient times. These experiences made me feel the depths of this traditional craft and the necessity of a huge amount of time and effort to bring out this unique color that symbolizes this country. The important thing for Kenta is to carry out everything from cultivation to dyeing. That's why he can offer the best product to customers. Also, he believes in other terroirs such as the people, history, and culture, the color he can make only in this town. That's why he's seeking over the entire life.